水平線に沈む真っ赤な夕日、頬を撫でる気持ちのいい潮風。この船は優雅な船旅を楽しむ客船ではなく、山形県の漁業試験調査船最上丸。そしてこの最上丸の使命は山形県の漁業の成長産業化を進めること。そのため様々な調査を行っているんです。沖合域の新規漁場開拓と申しまして、底引き漁業の人たちの漁場を広げるということで、あまり漁業者が入らない場所でおいて最上丸を用いて試験操業を行っております。最上丸は底引き、イカ釣り、ハエ縄、さまざまな漁業に対応できる設備を搭載しているんです。今回は底引き網での漁業調査。朝4時から底引き網を引き始めます。タラやクロガレイ、タコやエビ、カスベなど種類もさまざまです。そして大量の赤い魚が網にかかりました。地元庄内地方ではアカラと呼ばれるハツメという魚です。すごい大量ですね。海が広いですし、その季節によっても変わりますので、やっぱり根気が必要な調査でありまして、積み重ねていくことでご期待に沿えるかどうかは分からないんですけども、全力を尽くしてやっていくというところで臨んでおります。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。